第14中継所、福島市の松陵中学校前です。福島駅伝も後半戦、仲間の思いと助けをつなぐためランナーたちが待ち構えています。トップの選手が見えてきました。会津若松市です。佐藤翔太、専修大学の1年生、今黄色いタスキを片手に持ち掲げました腕を、そして市毛千奈にタスキをつなぎます。市毛は福島駅伝は夢の舞台と話していました。福島市です。山木瑠衣初出場、区間賞を取りますと話しています。王座奪還なるか。さあ、会津若松の背中を追っていきます。待ち構えているのは金丸姫奈、チームに貢献したいと話している学校石川の1年生、今タスキをつないだ。郡山市、浅井颯初出場の選手です。今タスキを外しました。その後ろ追うように走ってくるのは日本松市、高橋達也です。上部大の2年生。さあ、そしてその後ろは石川町です。まずつないだのは郡山市、今行った。さらに日本松もつながりました。石川町は町の部トップで入ってきています。軌道相手につないだ。いわき市です。坂部徹、いわきの代表として頑張ると話しています。待ち構えているのは勿来一中1年生、蛭田未来です。さあ、今少し笑顔を浮かべながら坂部のことを迎えました。今黄色い助けを受け取った。藍住里町、馬場真奈也です。馬場茜、兄弟での助けリレーとなります。さあ、今待ち構えています。馬場茜、高田中2年生が助けを受ける。その後ろ奥走ってきています。矢吹町です。小川貴人、キャプテンです。さあ、キャプテンが今こちらに向かって走ってきている。腕を大きく振って走っています。手を挙げて合図をしたのは加藤雄飛、朝霞黎明高校2年生です。さあ、今タスキを両手に持っています。こちらタスキを渡しました。しっかりとした足取りで入ってくるのは須賀川市です。岩崎敦里、学法石川2年生、今年こそ区間賞と話しています。さあ、この後妹へ、岩崎聖奈へタスキをつなぎます。学法石川1年生です。さあ、今お兄ちゃんからのタスキを受けた。猪苗代町が入ってきました。一ノ瀬大和、積極性が持ち味だと話しています。最後までしっかりと腕を振り、この中継所に向かって入ってきています。待ち構えるのは会津学法高校2年生の鈴木沙羅、今タスキを渡しました。ここで無情にもホイッスル、多くの選手たちが白いタスキをかけこの中継所を走り出していきました。トップの通過から15分46秒、入ってくるのは白川市です。黒沢瑠衣、残念ながらタスキをつなぐことはできませんでしたが、最後まで走り切りました。南相馬市です。長谷智幸です。最後までスピードを落とさず、今白いタスキを外しました。勢いよく走ってきました。鏡石町です。石井亮と特別な大会だと話していました。福島駅伝走り切りました。田村氏の姿も見えています。佐久間優真、粘りを発揮したい。さらに喜多方市も通過しました。カメラは今4人の選手を捉えています。この先頭を走っているのは三春町です。浦山陽介、大きく腕を振りながら少し苦しそうな表情をしていますが、この中継所に向かってきています。その後ろ追うように走ってくるのは本宮市、福島駅伝は憧れの舞台だと話す橋本優真です。福島東高校の2年生です。さあ、最後までスピードを落とさず走ってきています。2人の選手、今この中継所に入ってきました。ラスト勢いを上げて入ってきました。三春町です。続々と入ってきています。平田村、さらに広野町も入ってきています。平田村は生ため、その後ろの広野町はわらがいです。8月に第1子が誕生、おめでとうございます。続々と入ってきます。玉川入りました。さらに伊達市も今向かってきています。今玉川通過。さらに相馬も行った。46番泉崎も行った。15番国見町も行きました。20番です。山釣町も通過しています。こちら赤いユニフォーム、苦しそうに倒れ込んでいる姿が見られました。さらに33番会津坂下町も通過。
51番です。北塩原村も今入ってきました。小野町です。菅原拓、誰よりも福島駅伝を楽しみにしていたと話していました。競るように入ってきます。23番浅川町、さらに万代町も通過しました。シートに座ってね、チップ取るからね。少し苦しそうな表情で入ってきました楢葉町の日高、通過しています。中島村です。大沢春樹、野球部のランナーです。後ろ入ってきますのは郡町、中川光平、ふるさと選手も入ってきました。福島県警です。続々と入ってきます。川俣町も今入ってきます。南会津町、福田も今入りました。花輪町も通過。3チームが入ってきます。大熊町、富岡町、そして只見町も今入った。新地町も行きました。そして24番です、古殿町の根本も今通過しました。大玉村です。武田智道、足立消防です。少し苦しそうな表情はしていますが、しっかりと入ってきました。トップの通過から20分です。2人の選手が入ってきます。柳津町です。少しこうソースコースを斜めにしながら入ってきています。そして柳津町も入ってきました。今野亮太です。さあ、つなぐ、たすきを渡す相手はありませんが、少しでもタイムを縮めようと強く走ってきました。会津三里町、失礼しました、西会津町です。西会津町、歌川隼人、西会津町新興校舎です。今、通過しました。47チームがこの中継所に入ってきています。48チーム目、天栄村です。渡辺貴弘、初めての福島駅伝です。走り切りました。棚倉町です。山口拓也、棚倉中の先生です。生徒に挑戦する姿を見せたいと話していました。しっかりとその姿見せられたのではないでしょうか。ここまで49チームが通過している第14中継所、最後の選手です。飯舘村の姿が見えています。菅野翔、福島明誠高校の2年生です。最後まで少し苦しそうな表情はしていますが、しっかりと腕を振りながらこの中継所に向かって入っています。最後、今は少し笑顔を見せたか。さあ、やりきったのではないでしょうか。第14中継所、すべての選手が